お客さん、海水港へようこそ。天然石で運試ししてみませんか？安くて面白い。その上、人儲けできるかもしれませんよ。天然石？いらないよ。オイラたちは、なんて石だっけ？ヨドマリ石。品質は少なくとも、食傷級のものが必要だ。食傷級のヨドマリ石、観光客ではなかったのですね。失礼しました。すぐにお持ちいたします。こちらはいかがですか？海水港は老舗ですからね。この品質をご覧ください。まさに岩王帝君の贈り物ですぞ。安心してお選びください。このヨドマリ石、三つとも確かに綺麗だ。貴重なものに間違いないだろうな。でもどう選べばいいんだ？適当に選んで帰るか？ A man who makes his living off hitting on stone cannot be trusted so lightly. What do you think, Mr. Zhongli?勝利やんかとはちゃう。俺が決めるのか。いいだろう。俺が決めてよいのなら答えは簡単だ。おう、答えは全部もらうぞ。 What? ありがとうございます。さすがお客様、お目が高い。待て待て、店主、今のなし。もう少し話し合うから。おい、儀式に必要なのは一つだけだろ。全部買ったらモラを3倍無駄にするじゃないか。 That's true. Actually, it's 2 times more モラ。Yang satu apa dua ya? Ritual 3 times the Mora. Fasting 3 times. Oh yeah, that's true. Mora? Tashikani. Sono mondai wa kangaete nakatta. Ore no misu da. Haa? Kaimono suru nara Mora no koto wo kangaeru yo na?何事もモラを考えなければならないなら、何事もモラに縛られることになる。あ？モラは生まれながらに貨幣だが、貨幣は生まれながらにモラではない。He talking about economy. Sound like he loves economy. これが。お金持ちの世界か。経済学のことはわかるのに、お金を節約することはわからないんだな。動揺することはない。たとえモラに縛られても、制限された状況で問題を解決する方法はある。ヨドマリ石品質の鑑定は確かに厄介だ。鉱石の品質に関わらず、その状態や色つや内部の模様に大した差は生まれないからな。ヨドマリ石は器具によって成形された後に、その品質の良し悪しが分かってくる。後になって店主に文句をつけても、お客さんの使った器具が良くなかった、火のコントロールが悪かったなどの理由でごまかされるのがよくある手だ。危なかった。こういうのに騙されやすいんだよな。しかし、正しい鑑定方法はちゃんとある。知識があれば目利きは可能だ。
人の指を持って月を指し、持って惑い者に示すに、惑い者は指を見て月を見ず。どういう意味だ？指で月を指すと、賢い人は月を指していることを理解するが、そうでない人は指を見て月を見ないという意味だ。模様、外面、これらは指だ。ヨドマリ石は夜間の照明に使用される奇跡で、輝度の大事さこそが月となる。上質なヨドマリ石は炎元素と相性がいい。すなわち高温の環境下で強く光り、青い鉱石こそが品質の良いものだ。I did not realize you had such an expert. Is this normal life for a high-class gentleman? 値千金に匹敵する玉石界隈の秘密をお前たちに教えたんだ。あとは実践してみろ。値千金。この先使う機会がなさそうなのが残念だ。天守、戻ってきたぞ。少し焼いてみたいから石を貸してくれ。焼く？いけませんよお客さん、焼かれたら売り物になりません。 Then can we get some small sample? Then I'm not buying any small sample. それなら、まあいいでしょう。お客さんの言う通りにします。こうしましょう。3つの石から少しサンプルを削ってお渡しします。今日あったのも何かの縁ですから、それくらいは負けておきますよ。安心してくれ、商売のルールは分かっている。いい功績だと分かったなら損させるようなことはしない。ではこちらがサンプルです。彫刻刀で削りました。番号もつけてあります。This sample, so thin. Sample. 薄すぎだろ！紙より薄い。いや、虫の羽よりも薄いぞ！ほぼ透明じゃないか！ How stingy. This is impressive handiwork. Coba saya yang tua. Tua aja lah. どうもどうも。この石たちはみんなお宝ですから、優しくしてあげませんと。万が一削りすぎたら、こちらが大損してしまいますからね。でも、こんなに薄いと火で焼いたらすぐ灰になっちゃわないか？商人から利益を奪うことは、空腹の狼に食ったばかりの肉を吐き出せと言ってるのと同じことだ。仕方がない。しかし条件さえ整えば、この白片でも十分問題ないだろう。どんな条件だ？炎で温度を上げながら水元素の力で石を守る。そうすればサンプルが一瞬で灰になることはない。おや？お客さん、そういった知識もお持ちとは助かります。先入観を交えずに論じただけだ。それに必ず買うという約束もせず、こちらはサンプルを要求している。これは実に不公平だ。リーユへの契約は公平こそが基本だからな。じゃあ、あとは実験できる場所を探さないと。 I remember this spot in the Taupa Chores. How about the kitchen at Xiangling?Please. Tata Upa. Yang pancinya gede itu. Ha? 思い出した。モントで見たんだ。ダダウパの谷の甲肉族のヒルチャールがすごく大きな鍋を持ってたぞ。丈夫そうだったから、あれなら元素反応に耐えられるはずだ。サンプルを持って早速行ってみようぜ。
Dao Public Spot. Waduh, jauh.風の国に足を運ぶのは久しぶりだ。モンドの友人はリーユエに来るたびにダンディライオン種を持ってきてくれた。牧歌の城の名手はスメールの霊神蛇種よりもうまいと認めざるを得ない。Wah, banyak musuh ini harus diajar. Wah, banyak buah ini harus diambil. Ah, demo, Hiruchar tachi ga tsukatteru mitai da na. Sukashi moshiwake nai kedo, warikomasete morau shika nai yo na. Langsung ya. Wah, supnya tamari haiter zo. Hiruchar wa ogei da na. Well, it's our lab now. Same to let it go to waste. Well, it's our lab now. Kono soup ga mizu genso no kawari ni naru na. Sassoku hi o tsukete shikken o hajimete miru ka.これでいいよな。オイラもサンプルの番号と位置を注意して見とくぞ。じゃあ始めよう。結果が出るまで炎元素で大鍋を加熱するんだ。光が強くて青い鉱石が上質なものだって勝利が言ってたよな。ちゃんと観察しろよ。Apa ini? Di Spyro. Ini bisa gak? Gak bisa. Oh shit. Oh.きれいにしませんとは。ゴバ、火を吹け。ゴマスキンディダーロン。え、ゴマサゴバ。あと。またヒルチャールが来た。しつこいぞ。ヒルチャールは食べ物を無駄にしたことをかなり怒ってるみたいだな。かなろ。Kakak nambah itu. Kirain kalau nambah. Boom.Batu yang ketiga. Kaisui kau ni mau ke? Yodomari ishi o kai ni ikou ze.
Ntar ya, gua ngambilin ini lumayan ini. Oke, langsung teleport ke lokasi mana tadi? Liwei. お帰りなさい。品物は取り置きしてありますよ。どれにいたします？yang ketiga。そうそう、オイラもこれだと思った。かしこまりました。お気に召されたようで何よりです。ああ、三番のヨドマリ石を一箱もらうぞ。かしこまりました。ところで、単なる好奇心ですが、お客さんはどうしてこれほど上質なヨドマリ石を必要とされているんですか？なあ、別に言っても支障はないから構わん。操船儀式の器具を作るためだ。操船？確かに噂は最近耳にしましたが、深く聞く勇気がなく信じておりませんでした。でも、それはつまり、岩王帝君は本当に、はあ、信じられません。今の海水溝は昔と比べて少し衰えましたが、うちは代々岩王帝君の加護を受けてきたんです。言い伝えによると、200年前に岩王帝君が城南を巡った際、道に迷ったことがあったそうで、その時この海水溝のさじで料理を召し上がったとか。もう過去のことですが、はあ、岩王帝君を送る儀式に使うものでしたら、このヨドマリ石は半額で構いません。どういいのか。今まであんなにケチだったのに。岩王帝君の加護がなければ今の貿易の都はありませんでした。商人としてそれで儲けを得ようだなんて思えません。くぅ、店主、その気持ちきっと岩王帝君にも伝わるぞ。リーユエ七世とたゆまぬ努力を続ける商人たちの協力あれば、きっとリーユエは今まで通り繁栄し続けることができるだろう。So let not get ourselves done just yet. ありがとうございます。どうしたものか。こんなに泣いてたら金運が逃げてしまいますね。選び終わったことだし、ヨドマリ石を持って。おい待て。半額にはなったけど、ただじゃないんだぞ。ああ、すまない。また支払いのことを忘れていた。どれ、うん、ない。リアッタサファニャ。うん、何が？モラがない。恥ずかしながらまた手落ちがあった。 What's a strange take on the value of money?A local of Liwei who does not have money on their mind. Yang mana ini anaknya ini? Dua. どうする？結構な額だぞ。あ、そうだ。公使から資金をもらってたよな。I have them on me. 足りるか、店主に確認してもらおうぜ。十分です。半額ならちょうどこれくらいになります。多少足りてませんが問題ありません。なあ、モラの件が解決したならそれでいい。ヨドマリ石を玉境台に持っていくぞ。あそこで儀式を行う予定だ。1モラも出してないくせによく言うよな。
Please remember to bring money next time. Quest, we need to find Childe for more funding. Okay, Childe, ini aja. Ah, 確かに必要だな。今後は俺も善処する。二人のおかげで助かった。Okay, terus ke atas. Langsung teleport yang di sini aja, turun ke bawah. Yep, that is my Genshin Impact gameplay. Thanks for enjoying my video and see you next time. Bye.